僕は今京都駅に来ています。現在時刻は23時3分ということで、もちろん今日も終電に乗っていくわけですけれども、ご紹介するのは東海道新幹線姫路行きの終電のぞみ95号です。こちらの列車最大の特徴は停車駅、京都を出発すると新大阪、新神戸、西明石、終点姫路ということで、なんとのぞみ号にもかかわらず5駅連続で停車するんです。のぞみ号は1日数百本走っていると思いますけど、5駅も連続で停車する便はこの95号以外ありません。撮影日は少々ダイヤが乱れており、2分ほど遅れてやってきました。使用車両は最新型の N700S。堂々とのぞみは名乗っていますが、これに騙されてはいけません。京都の時点での車内はこんな感じ。結構乗車率高いですね。というわけで23時8分3分遅れで発車です。京都駅出発直後は進行左側に、当時の五重の塔が昼間なら見えます。まもなくすると近鉄の京都線とオーバークロス、次の新大阪までは特段この列車だからということはないので一気にカットしちゃいます。今新大阪駅の到着放送が始まりましたが、チャイムが鳴り終わるかどうか、まさに今このタイミングで車内がふわっと明るくなったのか分かりましたか。なんだか自然と目線が上に行きますよね。実際それを狙っているそうで、荷物棚への忘れ物を防ぐ工夫なのだそうです。現在時刻は23時20分、2分遅れて新大阪駅に到着です。新大阪までであれば、この後ろにも何本かあるので、山陽直通の方がメインかなと思いきや、新大阪でだいたい半分近くの方が下車をされました。当駅から先は山陽新幹線、JR 西日本区間ということで、乗務員さんの交代が行われます。23時22分、新大阪駅を発車です。山陽新幹線内はこの列車が正真正銘の終電となります。ちなみにこの新幹線を逃したとしても、12分後に発車する新快速に乗れば、姫路まで行くことは可能です。いやいや、まさかのぞみ号で各駅に停まりますというワードが聞けるとは。そういえば撮影日は4月の26日、ゴールデンウィーク期間ということで、のぞみ号は全車指定席になっています。これがまたまた結構な罠でして、のぞみ号の指定席に乗車する場合、通常の指定席料金に加えて、ハイスピード料金というものが数百円上乗せされます。これはハイスピードという名が付いていますけど、列車名が基準になっているので、もちろんこの各駅に停まるのぞみ号であっても徴収されます。のぞみ料金区間、東京、姫路と印字されているのがその証拠。こちらは東京から投資の金額ですが、京都姫路間単体だと6200円、一方光号だと5770円ですので、なんと所要時間がほぼ同じ、座席のグレードは全く同じにもかかわらず430円も高くなってしまうのです。これは正直どういう視点で見てもぼったくりという言葉以外見つかりません。山陽新幹線に入るととにかくトンネルが増えます。なので必然的に車内に目が行くわけですけれども、 N700S は壁と窓枠のパーツが別になっているのが特徴ですよね。長い長いトンネルを抜けると山陽新幹線内最初の停車駅、新神戸に到着します。当駅は三宮の北側に位置しており、正直規模は大きくありませんが、さすがは神戸市の玄関口、新大阪ほどではありませんが、かなり多くの方が下車をしていきます。新神戸駅はほんと山のギリッギリにあって、駅を出発するとまたすぐにトンネルに入ります。N700S はこのデッキの壁とか見ても、すごい高級感がありますよね。この縦に筋が入ったチタン化のような質感。通常の N700系は違った気がします。そしてこれ今気づいたんですけど、乗務員室内の椅子はグリーン車と同じモケットが使われているみたいです。新神戸駅発車時点での車内はこんな感じ。乗車率は 1、2割といったところでしょうか。さあ西明石駅に到着です。当駅の停車がのぞみ95号最大の見どころ。
というのも西明石駅というのは光号小玉号の停車ホームで、のぞみ号は下り列車の場合現在乗車しているのぞみ95号しか停車しません。なのでそこまで需要がある駅ではないのかなと思ったんですが、意外や意外、新神戸と同じもしくはそれ以上の方が下車をされて行かれました。上りは朝1本西明石始発東京行きののぞみがあるので、それと組み合わせて日帰りで東京に行くなんていう方も多いのでしょうか。下りのぞみ号は以前から1本当駅に停車していたんですけど、今年のダイヤ改正で停車列車が1本前の93号からこの95号に変わったことにより、東京から西明石への終電が20分くらい繰り下がった上、5駅連続停車ののぞみが爆誕したというわけです。激レアな西明石とのぞみのコラボレーション、ぜひ外から見てみたいですが、嫌な予感しかしなかったので反射で我慢しておきました。その選択は見事大正解。ベルが鳴り終わってドアが閉まるかと思いきや、ベルが鳴りながらドアが閉まりました。西明石を出発すると京都の時が嘘だったかのようにほとんどが空席に。これが新大阪から姫路までの最終列車なので、姫路まで行きたければ乗らざるを得ないんですが、この状況で指定席料金と望み料金を払うって正直もったいないなぁと思っちゃいますよね。自由席券でも乗れないことはないですが、いくら空席があっても着席することはできません。それはそれでまた精神的に辛いと思います。京都からだいたい40分ちょっと走りまして、間もなく列車は終点の姫路駅に到着するんですけど、最後の最後にまた一つ見どころがあります。線路にご注目。床下からガタガタガタとジョイント音が聞こえて、進行右側に見えていた線路が消えました。日本の鉄道というのは基本的に左側通行なので、今この状態は下り線から上り線に転線し、線路をいわば逆走している状態となります。この状態でそのまま進み続け、姫路駅は新大阪東京方面11番乗り場に到着。車内を見た感じ、姫路までの乗客は少ないかと思いきや意外といましたね。入線時ホーム上には作業員さんが待機しておられ、ドアが開くとすぐに窓に作業中の旗を取り付け、ゴミの回収や清掃が始まりました。おっと、夜遅くということもあって寝ている方がいたみたいですね。あの人が姫路市民だということを願うばかりです。新幹線での寝過ごしなんていうのは在来線の日になりませんからね。でなぜこの列車が上りホームに入線したのかというと、おそらく翌朝6時発ののぞみ68号になるためでしょうね。姫路といえばやはり姫路城。一切遮るものがなく、ホームからでも感じる圧倒的存在感。姫路駅は新幹線の直接改札というものがなく、在来線改札を必ず経由する必要があります。この生産所の行列も終電らしい光景ですね。そうで、今回はスマート EX の紙の切符で乗車したんですけど、あれって新幹線のみ有効なので在来線改札に入ることはできず、駅員さんからこの出場証というものをもらってようやく改札を出られるようになります。ちなみに乗り換え列車は JR だと0時9分発の上郡行きだけなんですが、撮影日は臨時のウエストエクスプレス銀河号運転日で、それに加えてサンライズ瀬戸出雲号が1時間ほど遅れており、0時とは思えないとても賑やかな発車案内になっていました。せっかくなのでちょっと在来線ホームに来てみました。ウエストエクスプレス銀河って僕初めて見たんですけど、思った以上にブルートレインっぽいですね。外装はもちろんのこと、車内はこんな感じで、まさに現代版開放寝台。関東にも来てくれたら嬉しいですが、まあないでしょうね。新幹線の終電が終わったとはいえ、在来線の到着列車は1時近くまであり、姫路駅の1日はまだまだ終わりません。でこの後なんですけど、駅前の東横インに泊まりました。宿泊券があったので宿代はタダ。東横インって本当にどこ行っても内装が同じなので、つまらないっちゃつまらないんですが、逆に言えば日本各地どこに行こうとも家に帰ってきたかのような安心感が得られます。ということで今回は終電限定の各駅停車のぞみ号のご紹介でした。もしよろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。